皆さんこんにちは、ミシェルです。本日も遊びに来てくださって本当にありがとうございます。今回は前回作ったエリアの後半となっていますので、そちらをご覧になってから見ていただけるとスッとね、内容が分かりやすいかなと思います。第5弾は前回作ったホテルの受付の上に森の小さな案内人と崖上の白と黒のホテルを作っていきます。ライト島の小さな住民さんって誰やろうと予想しながら、チャンネル登録をして最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。では早速始めていきましょう。今日のクリエイト場所はこの階段を上がってすぐの場所になります。縦が17マスで横が20マスになっています。詳細は図をご覧ください。まずは前回引いた道の続きを引いていきましょう。中央の部分だけ統一感を出すために広場と同じような引き方をしています。お家をね、移設する前に崖の裏手の方に階段や家具を設置していきましょう。崖の左右と同じように飾り柱と中世の街並みを使って崖裏を囲っていきましょう。正面の入り口と同じように左右対称に家具を置いていきましょう。お城の塔はマス目の関係で一マス手前の方に引き出しておきます。これで裏に続くエリアにも行き来しやすくなるかなと思います。続いて家をね、移設しちゃうと見えづらくなっちゃうところを先にね、クリエイトしていこうかなと思います。おはよう、元気？うん、嘘。さては来てるな。ルネ吉、怪しい船止まってるっていう情報を手に入れたからな。空気感が怪しいぞ。ここで寝泊まりしとるな。何これ、めっちゃなんか食べた後？あ、どん兵衛のきつねうどん。こそこそとこんなところで10分間どん兵衛しとったな。お湯を入れて通常5分待ってくださいねっていうところを10分間置いたら味がしみしみになってめっちゃ美味しい。おりはアクセントとして置いていきましょう。崖下の中世の街並みの裏側が気になるので、同じように中世の街並みで隠していきます。
回はね、高級感を出したかったので崖の周りをぐるっと囲ってしまったんですけど、お城の壁をずらして光を取り込んだり、木をたくさん植えてなるべく開放感が出るように工夫しています。そして今回のタイトルにもあるように、森の小さな案内人ということで、ジュンとスピカちゃんのお二人をここのホテルの案内人としてお引越ししてきてもらおうかなと思っています。お家の移設が完了しました。黒がジュンのお家で、白はスピカちゃんのお家になっています。移設したばかりなんですけど、今回は使う家具が少ないので、早速家具を置いて仕上げに入っていきましょう。受付につながる電話とアンティークなビューロを置いておきましょう。旅先で絵はがきを書いたりお手紙を書いたらめちゃくちゃ素敵やろな。それぞれのお家の前にルームプレートを飾りました。ブラックの B とホワイトのダブルをマイデザインで描きました。最後に丸く引いたマイデザインの上に公園の噴水とパーテーションポールを置いたら完成です。じゃあこれにて森の小さな案内人と崖上の白と黒のホテル完成しました。家具のボリュームを最小限に抑えたので、あったかい光が差し込む町一番のホテルになったかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。ライトと島クリエイトシーズン2第5弾、森の小さな案内人と崖上の白と黒のホテル、いかがだったでしょうか。高級感出ててめっちゃいい感じやんと思ってくださった方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。また最新情報などを発信しておりますので、SNS も合わせてフォローしていただけると嬉しいです。次回はこのエリアのすぐ右隣の場所をクリエイトしていこうかなと思っています。季節の変わり目なので無理せずぼちぼち頑張っていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほなまたねー。